キーエンブレム全部揃えたよ。だから何？私たちはできたんだよ。願って希望を持ってやり遂げたんだよ。遅いな、天才の私には到底かなわないわね。遅い遅い。え？私は天才よ、歴代最強よ。できるのよ、できたのよ。冥王の心臓に負けないはじゃぶね。できるじゃない、できたじゃない、天才だから。できた、できたよ、できたのよ。ビビー、すごい、ビビー、すごい、天才。当たり前でしょ。歴代、歴代最強なめるな。これでいつでもネルゲルとやらを誇りに行けるわよ。準備ができたらランドン山脈の山頂に来てね。それじゃ、行くわよ。はあ。あれは。久しぶりだな。遠い約束。いや、友情に応えて。力を貸してやるとしよう。この子は僕と真逆だな。才能はあるのに思い切りが悪いんだ。失敗することばかり考え、一歩も動こうとしないから、歯がゆい思いをさせられたよ。さあ、我が一族の力、また存分に使ってくれ。
のスワンちゃんが最高のはじゃぶねだわ。フィフィ、よくやってくれました。冥王の心臓へ向かう前に一つだけお話しさせていただいてもよろしいかしら。冥王ネルゲルはかつてあなたと父祖エルジュが戦ったレイダメテスより生まれいでし存在と聞き及んでおります。すなわち冥王ネルゲルの討伐は我ら四術師にとっても500年越しの悲願。どうかよろしくお願いいたします。じゃあはじゃぶねが動くよ、念じて。どうかお気をつけて、ご武運をお祈りしております。
ついにここまでたどり着いたか。今々しきエテーネの生き残りよ。やはり貴様たちエテーネの民はこの冥王の野望を脅かす危険な目であったな。だが我が巨匠冥王の心臓に乗り込んでくるとは愚かなこと。貴様がいくら力をつけようとも、この死が支配する世界において我は無敵。さあ早く我が玉座まで来るがよい。我は貴様の訪れを歓迎するぞ。おお、また会えたな、エテーネの村の人。こんな偏僻な場所までよく来たもんだ。この冥王の心臓ってとこはよ、冥王ネルゲルの野郎が死者の魂を集めるため作り出したらしいぞ。何でも集めた魂を食らって闇の魔力ってのに変えて奴自身を回復させるためのもんだって話さ。レンダーシアを封印するのにどえらい魔力を使ったあの野郎はずっとここの奥で休んでたんだってよ。そんで今のやつはもう回復しきってて、レンダーシアを封印した時以上にギンギンにみなぎってるって話だぜ。このままじゃ全ての大陸が闇の封印に落とされちまうかもしれねえって焦ってたんだよ。でもエテーネの村の人がここまで来てくれたんならもう大丈夫だよな。ネルゲルの野郎は強い上にずる賢いやつだけど、あんたならきっと倒してくれるって信じてるよ。おっと、ここじゃ光の神殿みたいに長いこと話してらんねえみたいだ。それじゃ頑張ってくれよ。今のは元ポツコ2号じゃないですか。生き返しってのは本当だったんですかい。
にしてやるです。行くぞ。甘いわね。強くなるわ。ガラクタでも集めましょうかね。
強くなるなんて屈辱です。力がみなぎるぜ。you
少しは頼もしくなれたでしょうか。ガラクタでも集めましょうかね。キレが増したみたい。
ってやるですよ。っぷりですよ。
だ。
最強に近づいたな。無理ですよ。もっと強くなるわ。力が湧いてきました。
勝利を目指して。
し好みにしてやるです。Thank you.